今日は悲しい時の言葉や表現を教えたいと思います。Je suis triste. Je suis triste. 明らかに悲しい内容を言ってますね。でも、フランス語の会話であんまりこんなに直接に悲しいだよって伝わないんです。だから次の言葉を聞いてください。Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine.これはもっと自然な感じです。Je suis triste というより、相手が言ったことを僕にどんなに影響があったを伝える。Ça me fait de la peine. Je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur. この表現は、誰かに大丈夫を聞かれたら、今話したくない。今気分が悪くて話したくないっていう感じを伝えたかったら、Je suis pas d'humeur。だから僕に話さないでっていう感じです。で、送っている気持ちも伝えてます。Je suis pas d'humeur だ。だから一人にしたっていう意味です。Ça me blesse.Ça me blesse. Ça me fait de la peine. と同じように、ça me blesse は自分の気持ちを相手に伝えるための表現です。Ça me blesse. だから悲しい。とか、tu me blesses. C'est pas gentil. C'est pas gentil. ひどいっていう意味ですね。直訳すると、これは良くない。これは優しくないという意味ですけれども、c'est pas gentil は、やっぱり相手が言った言葉が自分に影響があったので、c'est pas gentil。もう泣いてる感じではないんだけど、やっぱり心に響いたね。だから、やめてほしいみたいな感じです。Ça me fait du mal. Ça me fait du mal. 他の言葉と同じ感じですね。で、この表現は誰かに説明するね。例えば、大丈夫って聞かれたら、言った言葉は、良くなかった。こういう時に、c'est ce que tu m'as dit, ça m'a fait du mal. とか、ça me fait du mal. みたいな感じです。最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひぜひ登録して、登録ボタンの隣の鐘も押してください。それでは、あ、bientôt!